ロックマイクで前回に続けてプレイしていきましょう。さて、どこ行けんだどこ行けんだ。とりあえず、こっち行ってみるか。裏インターネットを進んでいこう。裏にしては安いな。敵は強いのにな。よし。あとはこいつだけだ。どうしよう。メガキャノン。次移動してきたらでいいか。オッケー。よしよし。モスキート。モスキートどうなんだろう。どういう技なんだ。突っ込んでいくのかな。あ、またモスキートだ。HP 高いから嫌なんだよな。トリプルランス。早い。あ、でもあれ、そうか。回復もできるのか。それは大きいかもしれんな。ね、大変な攻撃が。突っ込んでる最中もこれが当たったら多分アウトでしょう。そう考えると微妙なんだよな。無効化されるからな。どっちだどっち行け。こっちか。こっちじゃない。あー、ミノムシか。あー、愛が揃ってるのか。どうしようか。あいつが降りてきたら、あっと危ない。一個しか出さないのか。よし。オッケー。なんかここら辺のやつちょっと弱い。いや、まあ、油断せずにセーブはするんですけど。セーブしないと怖い。本当に怖い。どっからやらされるんだみたいなのが、よくあるからな。全然あれが来ないな。全然フォルテがなんか最近来ないね。あー、くそ。もうちょい。よし。オッケー。で、これは？お、1万。大きいね。このさ、これの色ってあんま関係ないのかな。台風イメージ的に、うん、微妙だな。これだってこれ移動したらさ、絶対避けてくんじゃん。やばい。これの方が早いかな。わかんないもんな、これ。よし。当たんないよ、もう。当たったわ。あれが狙ってできるようになれば、だいぶ違うんだろうな。狙ってできないからな。お魚天国と。どうすっかな。まとめて当て、いや。一匹ずつ減らしていこう。やばい。よし。あ、やばい。オッケー。よし、オッケー。これでさっき進むと。とりあえずそろそろセーブしとくか1マップで2回もセーブする必要があるのかって感じなんだけど。うーわ、最悪だよ。まずこいつだけ消しとこう。痛い。よし、連打ゲー。ビッグボムは入れてもいいかもしれんなぁ。とは思うんだけど、T なんだよなぁ。いらないやつで言うと、今いらないやつで言うと、あれかなぁ。
あれがいらんな。50のやつ。威力が低い。バブルスプレッドか。バブルスプレッドが今んとこ、インビジブル3があんのか。突進攻撃だもんな。敵のマス目がけて落雷攻撃。ステルスマイン、ゴールドパンチ。ビッグボム、どうなんだろう。これでもでかいよね。やっぱ範囲がでかいのはな、入れときたいよな。ID 順にすると ?ID っていうか、コード順にするか。コード順にしたらわからんな。どれがいいんだろうな。インビジブル3。エレキマン E だもんな。それで言うと、今、GHI か。GHI とかが、結構、熱いんだけどな。アイスマンとか敵エリア全体に吹雪攻撃弱いな。威力が低い。ハイキャノン。GHA がもうこれしかないんだよね。ハイキャノン入れとくか。よし。で、セーブしよう。うわ、なんかいる。よそ者とは珍しいだな。誰だ、おめえ。え?僕はロックマン。このボンバー様、ボンバーマン様に何か用か?ワールド3のネットワークのアドレスをゲットしに来た。さあ、そこのアドレスを渡すんだ。ダメダメだ。え、ダメ、ダメだダメだ。ここまで来たのを褒めてやるけど、おめえここでデリートだ。6番、こいつダメだ。話通じる相手じゃない。通じる相手じゃないって、多分通じてるよ。ちゃんと対応してくれてるよ。800か、高えな。インビジブル。こいつで様子見するか。爆弾を飛ばしてくるんだよな。いって。やばい。縦列と横列両方来んのか。来た。違う。GHI。早く早く。インビジブルを発動させろ。やばいやばいやばい。やばい。危ない。はい。強、ほんと。嘘。マジで。やばい。あ、それ縦、縦横だ。どうしよう、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 どうしよう。ロールで回復か?ロール。回復っていうのもどうなんだろうな。微妙だよね。やばいやばい。あですよね。でも、いやでもプログラムアドバンスのおかげで勝てそうだっただけだよな。やろうぜ。ビッグボム。ビッグボムか。ビッグボムか。よし、これで。オッケー。あれ?壊れてねえ。あ、危ねえ危ねえ。よし。くらえ。ここでいけるな。よし。相手の行動パターンがなんとなく分かってくれば全然いけるな。ただな、攻撃が向こうまで通んないんだよね。エレキサークル。エレキサークル届かないもんな。届くか。手前に来てくれれば。こうだね。やば。よし。なんか、温情みたいな。
優しさを感じたな。よし、はい。はい。全然当た、全然当たるとこにやってこないんだけど、こいつ。はい。ステルスマイン。ステルスマインってインビジブルで踏んだら食らわないのかな？そもそも踏んだ判定にならないのか？どっちなんだ？そこが気になるんだけどな。一回全部踏んでみるか。ステルスマインをかけて、じゃあインビジブルをかけて、あ、踏んだ、踏んだ、踏んだ。よしよし。あ、めっちゃいいじゃん。爆弾、うえぇ。爆弾処理にちょうどいいと思ったらそれだよ。向こうに通らないのがきついな。あ、でも次、うっ、こいつ破壊したら、これ絶対来るから、こうだね。やば。よし。なんか、ちょうどいいところに、GGI。GGI、G 使おう。あ、でも一個あれやっとってもよかったかな。よし。OK。エネミーデリテッドだ。あねえ、このボンバーマンやられるとは。ネット君、ついにワールドセイのアドレスをゲットしたよ。聞いてあげてよ、最後の自制の句を。よし、そこからワールドセイのネットワークに侵入してくれ。バカなやつだな。このボンバーマン、こういう時のために自爆プログラムセットされている。え、6番やばいぞ。やばいのかな。あ、後ろがなくなった。あ、そういうこと？俺を殺すんじゃないんだ。俺っていうか、ロックマンを殺すんじゃないんだな。うん。でも、やれた。ネットワークが途絶えちゃったよ。チェキシャー、あとちょっとだったってのに。でもネット君、このアドレスきっと手がかりにできるはず。そうだな、パパに相談してみるか。でも子供がそんなことやるんじゃないって言われない？俺だったら言うよ。ブラグアウトしよう。了解。じゃあ科学省に行ってみるか。いるかな。忙しいんだろう。でも基本的にあの人忙しいもんな。パパに相談してみよう。メールで一回送っといた方がいいんじゃないのかな。あ、でもやっぱあれか、監視されてる可能性とかもあんのかな。そこまでことできんのかな、ワールド3って。傍受されてるぞみたいな。この先だね。てか、まだライセンス借りっぱなんだけど大丈夫なのかな。めちゃくちゃ困ってんじゃないの。父ちゃん、父ちゃん、いるかい。いるね。お、ネットじゃないか。パパ、今大丈夫？どうやって来たのかって聞かないのかな。まあでも、あれか。上、ちょっと上がりたいんですけど、家族なんですけど、って言ったら多分上げてくれんだよな。やばいから。パパ今大丈夫？ああ、大丈夫だ。やった。気を使わせてすまんな。で、どうだ？エンザン君の相談には乗ってあげたか？知らないよ、あんなやつ。喧嘩でもしたな。彼も意地っぱりのところがあるからな。それよりこれ見てよ。ワールド3のアドレスを使った。ネット、どうしたんだこれ。ロックマンと二人でゲットしたんだ。でもちょっとしくじってネットワークが途絶えちゃったんだけど。そうか。でも、これがあればワールド3の研究所の場所を突き止められる。そんなことできるの？ああ、科学者の技術を持ってすれば軽いもんさ。すごいな。これで終末戦争を阻止できるかもしれんぞ。結果はオフィシャルネットバトラーの演算区に教えることになるが、それでいいな。うん。でもパパ、俺にもワールド3の研究所の場所を教えてほしいんだ。ダメだ。そうだよね。言うよな。まともな親だったらそう言うよ。どうして？俺ワールド3を倒したいんだ。ネットバトルって前はあんまり興味なかったけど、6番。パパの作ってくれたロックマンと一緒に戦ってきて思ったんだ。二人で力を合わせればみんなのために何かできるって。ネット君。二人でか。わかった。いいだろう。ただし条件がある。こっから先のワールド3の攻撃はさらに激しくなるだろう。
ロックマンがデリートされるだけでなく、お前たちの行動次第では終末戦争が起きるかもしれん。これから起きる全てのことを受け止める勇気はお前にはあるか？ある。わかった。じゃあワイルド3の研究所の場所がわかったらお前にも教える。ありがとうパパ。じゃあメールを待っててくれな。あとそれまでにできるだけネットバトルの経験を積んでおけよ。いやー、なんだろう、物分かりが良すぎてちょっと心配になるな。こういくら子供の考えを尊重したいとはいえ、あとはパパからメールを待つだけ。そろそろ家に帰ろうか。うん、帰るかい？いやー、もうちょっと止めてくれてもいいのにな。ネットバトル前はあんまり興味なかったけどって、なんかそのなんだろう、好奇心だけで言ってる感じがするじゃん。もうちょっとこの何、覚悟をさ、なんかこうみんなが困ってるのを見過ごしておけないんだとかさ、その辺があればさもうちょっとなんかこう、わかったネットってこう言ってくれてもいいと思うんだけどさ、なんだろうな、ママ何も知らんもんな。パパったらほんと帰ってこないよね。会ってきたよ。今回の仕事はよっぽど大変なのかしら。でも今度こそママと寝てるんで頑張って家を守らないとね。ほんといい奥さんなんだよな。寝るか。寝ちゃおう。セーブしておこう。おやすみ。アドレスですが、どうやら科学省に渡ったようです。アドレスからこの研究所の場所が判明するのも時間の問題かと。我慢。ん？え、それそんな感じで寄ってきて大丈夫なの？どうじゃ、ついにドリームウイルスの完成。あ、そうだ、ドリームウイルスだな。これで世界はデリートじゃ、デリートじゃ、デリートじゃ。ではいよいよ終末戦争を。無論じゃ、これより最後の仕上げに入る。マハジャラマよ、ついてくるんじゃ。ギョイ。お、届いてんね。イメール。ワイルド3の研究所の場所が分かった。S 県。S 県？ S ってどこだ？滋賀か。佐賀か。北部の山奥だ。北部に山があるとこってどこだろうな。滋賀は北部、まあ、琵琶湖、北部にあったかな、山ん中。佐賀は知らん。そこは道路も鉄道もない山ん中で、飛行機も着陸できないらしい。かといって歩いていくには時間がかかりすぎる。でも、現に電算スティに、ワールドスティの団員が来てるわけだし、何か行く方法があるはずだが。あー、日暮れやの。てか、日暮れさんに、どうやって行くれますって聞いと、あ、ワイリーだ。ネットテレビで大変なの。我がワルスリーのネットワーク支配計画はいよいよ最終段階に突入した。今度のターゲットは超大国の M 国。M 国？ M？ 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 M ってどこだ？え？ M ってどこだ？ M 国の軍事衛星を飛ばすような M でしょ？ M？ M？モンゴルって軍事衛星出してんのかな。まもなく我がワールド3研究所よりハッキング用のロケットを発射する。そして軍事衛星のハッキング乗っ取りができ次第終末戦争を始めるのじゃ。ネット君、ワールド3の研究所急がなきゃ。うん、行こう。ネット、この時にどこ行くのよ。もう別に家の中にいても別に危ないのは危ないし、どこ行っててもいいんじゃないの。大変なことになったけど、この家は守らなきゃね。すごいな、この人。ゆいちょうさん、不安だよな、やっぱな。はい、ということで、じゃあ次回、まあ日暮れを脅しておい、どうやって行くでますって聞いてみようか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。